入ってすぐ見てください、こちら金の竜のレリーフ、神々しいですね。してお値段すごいです、16億5000万円となっています。金の竜に金のサッカーボール、金のおりんまで、すべてが金で輝いています。今日から札幌で始まった三越の大黄金展、41回目を迎える今回の展示会には1000点を超える金製品が販売されています。とにかく一時を100点満点数えるのが大変高い高価なものを見るとわーすごいなっていう、そういう気持ちはあります。初日の今日はパリオリンピックの男子マラソン代表に内定している大迫傑選手のトークショーも。圧巻の走りで多くの人を勇気づけている大迫選手に金の感謝状が贈られました。金といわゆるゴールドっていう言葉っていうのは本当特別なもの、これはオリンピックの金メダルってのもありますし、そのワールドカップのトロフィーもね金だと思うんですけど、やはりこうみんながこう憧れるもの、こう目指していくものだと思ってます。見てください、動物コーナーになってます。トイプードル、パンダも金でできていて、もう佇まいがかっこいいですね。さまざまな金製品が並ぶ中、今回注目を集めているのがこちらの金の茶碗です。今月11日、東京日本橋高島屋での大黄金店で起きた窃盗事件、盗まれたのはおよそ1000万円の純金茶碗で、今回札幌三越の会場でも盗まれたものと同じ型の茶碗が展示されています。窃盗事件を受けて会場では警備員や防犯カメラの数を増やすなどの防犯対策が取られています。東京での事件を受けて我々も警備体制かなり強化しております。金工芸品の魅力ですね、人のものからキャラクターのものまでいろいろありますので、数々多い種類の中で金製品を楽しんでいただければと思います。三越の大黄金展は来月5日まで行われています。